はいどうも、即家塾の久保です。今回のナミさんのコソコソ話なんですけども、自動車税の納付期限ですよね。こちらの方、私はペイペイの方で払いましたが、ナミさんはクレジットカード払いをしたそうです。えー、何が得か、何がよりいい手間がかからないのか。これはですね、うん、都道府県によっても違うんですけども、ただ共通しているのは、自宅から払った方が絶対いいですよね。自宅でなんだオンライン決済ですよ。ペイペイだろうが。 他の仮想通貨だろうがね、仮想通貨っていうかね、バーチャルマネーだろうが、あまあ、クレジットカードであろうが自宅からやった方がいいです。行って払う手間。この手間をまずは削減するのが大事です。次はですね、PayPay、まあ、ペペ払いなどはポイントは確かにつかないんですけども、ただから手数料がかからないってところがあるんじゃないですかね。クレジットカードだと多分お支払いの手数料が数百円かかるんで、まあその数百円をね、 すごく思いに留めるなら、まあ別の方法を取った方がいいと思いますけども、ここで私の動画でお伝えしたいのはね、ナミさんのやられているパソコンでクレジットカード払い、もちろん手数料は数百円かかりますけども、それでもね、行かなくていい、自宅でできるってことを考えたらこれもう絶対いいですよ。ただから銀行窓口に行って支払ったら手数料かかんないかもしれない。でもね、行く手間、並ぶ手間深い、不快、様々あるでしょ。だから まあぶっちゃけね、着替えずに自宅でできる最も楽な方法を取った方がいいんじゃないかなと思うんでクレジットカード払いか PayPay などの電子決済をお勧めしたいなというところが私の気持ちですね。ねえ奈さんね。あとはポイントとかなんとかはそんな大差ないと思うんでもう例えばね PayPay 払いでポイントがついた時でも1%ですからね,ね10万円に対して1000円ですから。 確かに、どうせならもらいたいですけども、亡くなったからといってね、ものすごーく違うってもんでもないですから。4台車を決済してる私でも、まあ、いっか、みたいなとこですからね。<laughs> まあ、ですんで、自宅から払えるクレジットカード、もしくは電子決済、電子マネー払いでいいんじゃないでしょうか。もう、行く手間、並ぶ手間がないだけでも、もう、得点だと思った方がいいですね。ということで、ナミさん、いつも動画、ありがとうございます。